皆さんこんばんは。 FM802 の DJ 吉村正弘です。僕が担当する番組ビートエクスポ、ビルボードライブ大阪さんの3つの公演をサポートさせて、いただいております。その3つ目、ロバートグラスパーエクスペリメント、なお吉岡と来て3つ目がなんと番組ともですね、非常に深く、関わらせていただいております。ソイランドピンプセッションズが6月20日にビルボードライブ大阪にやってまいります。もう彼らもね、今年もヨーロッパツアーが決まっておりまして、それを前にしてのこのビルボードライブ大阪での公演となりますんで、彼らもかなりね、気合も入ってますし、体も温まった状態での、いわゆるバンドがいい状態でのこの大阪での公演じゃないかなと思います。もう彼らの演奏もいわゆるワールドクラス、世界の大型フェスティバルに出る準備を整えての今回の公演なので、今回は皆さん本当に楽しみにしていただきたいと思います。最新作といたしましては、アルバムだとブラザーズ&シスターズというね、作品、これが2014年にリリースされました。次のディケード、いわゆる彼ら結成10周年を迎えて、そして新たな、次の10年に向かって、行く中での作品リリースということになりまして、そこからのね、曲もどんどんやってくれると思いますが、嬉しいのは、松山ケンイチさん主演のテレビドラマの主題歌、それを今回作って、いわゆる届けてくれてからの、このライブ、その辺のね、曲も、ライブでやるのはおそらく初めてかと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。6月20日我らの愛するソイル&ピンプセッションズの皆さんが、大阪のビルボードライブに登場です。ぜひお楽しみください。